Z900RS、 そして、シグナスグリファスはご納車をさせていただきました。誠にありがとうございます。はい。で、これ点検、代わりにZ900RS のお客様はちょっとKRVの乗られてるんですよね。はい。で、1年ね、もう経過してますから、点検ということでお預かりしました。で、グリップヒーターつけてるんですけど、グリップがこう回るっていうね。で、あ、回っちゃいますね、みたいな。あ、なんか問題ありますかっていう、いや、問題ないですか、乗っててちょっとね、あれだと危ないですよね、つって。ということで、じゃあ、やり直しますよ、つって。どうもね、うん。で、テープ入れました。アルミの付属してるんですよ。緩い場合は入れてください、みたいなのがね。はい。で、それを貼って、で、入れてあります。あと、リードも実はそうで、はい。入れて、もう固定してあります。やっぱり、間際にやっちゃうとね、あれですから、やっぱり、完全に乾かす、ね。固まるように。はい。ということで、はい。だから、前カバーちょっと外してですね。で、見たところですね、前カバーのちょっと爪が、なんか欠けちゃってるんですけど、パコッとこう入れるとね、なんかあれですかね、なんかありますかね、出ないと、通常割れないんですよ。うん、そんな別にほら、無理になんかこう入ってる感じなんで、ただ、ポッて引くだけなんで。かといって、ね、スクリーンはついてるけど、変な力はまあ、確かにスクリーンの穴がね、あれだから、あれ結構微妙なんですよ。大きく開けちゃうとね、穴、なっちゃうし、で、微妙にこう広げてったりすると、結構難しいんですよ、あれ。うん。ただ、まあ、それで、爪は関係ないからね、うん、何かなと思ったんですけど。はい。まあ、ちょっと、そうですね。うん。で、過去に一回、初めて開けましたかね。新車で、くっつけてね。二回目じゃないですよね。初めてじゃないかな。違うかな ?8 年3月。あ、そうか。8年の3月。ちょっとね、あれなんですけど。まあ、とりあえず、まあ、パチッとはまるんで、あれなんですけど。はい、さあ、そしたらですね、どうしますかどうしますかじゃないよね。はい。で、この辺拭いてね、あとこのターミナル。で、バッテリーはね、もうバリバリですね。はい。絶好調。絶好調です。はい、実はね、リードも絶好調。そう、だって 12.8 とか出てんだもん。エンジンかけてないのに。しばらくかけてないのに 12.8 出てるから、もう全然バリバリなんですけど。ただ年数だってるから、つってね。じゃあ交換しましょう、つって、はい。はい。さあ、そしたらこちらは、じゃあもうカバー戻していいかな。で、まあ、その前にちょっとあれですかね。このレバーとかね、グリース塗ったりなんだりっていうのをね、やりたいと、うん、思います。で、まあこれはいいんですけど、まあいいんですけどじゃないですね。ちょっと今日はですね、ジャイロキャノピーね。はい。前が、事故っちゃって前がちょっと曲がっちゃってるやつと、あと、後ろの、ナイトハルトナーが落っこっちゃってるやつ。はい。その2台を持ってこられるので、で、それを1台にするんですよ。うん。後ろがまともな、前がもうダメなやつから後ろ取って、で、その後ろのその、まあ、スイングの部分ですよね。あれがダメなやつに入れ替えるっていうね。はい。で、夕方持ってきていただいて、明日やりますって話でね。うん。なんでちょっと、はい。いろいろとあります。はい。あと、オイル交換お約束がありますからね。3時ぐらいですか。まだ1時間半ぐらいありますから。はい。はい、で、昨日ですかね、CB400、タイヤがパンク、じゃなくて、エアバルブのとこが折れちゃって、空気が抜けちゃってるんですけど、っていうお話がありましてね。で、最初、まあ、で、直せますかって、あ、ただ、そうすると、ホイール脱着してやる感じになっちゃいますかね、っていう。うん。もしかしたらやろうと思えばできるのかもしれないけど、難しいですよね。はい。変にね、なんか無理してね。うん。で、車種を聞いたら CB400 スーパーフォーだって言うから、あ、もうこれちょっと無理だなっていうね。はい。だからまあ、ちょっとホイール脱着になっちゃいますんで、いくらいくらかかります。で、取りに来ていただくことはできますかっておっしゃるんで、できなくはないんですけど、うちが行くとお金かかっちゃいますからっていう。やっぱりね、うち運転してトラック出してね、引き取りに行ったら、ちょっと少しいただく感じ。だから、もし、JAF だとか、レッカーサービスとかね、使えるようだったらそちらで運んでもらってもいいですかって。そしたら、ちょっとみんな見てやりますから。ただ、エアバルブが、もうそんなね、状態っていうことは、タイヤもだいぶ古いんじゃないですかみたいなね、ちょっとお話をさせていただいたんですけど、で、まあ今日、で、レッカー屋さんがね、運んで、ね、持ってきていただいたんで、で、見たんですけど、タイヤはね、そんな、まあ、もうね、山がね、あんまないんですよ。そう。で、エアバルブがね、折れちゃってるから。で、
通常だったらタイヤ交換するときにエアバルブって買えるじゃないですか。ね。で、タイヤめちゃくちゃ古いのかなと思ったら2020年のタイヤなんですよ。4年前のタイヤね。で、中古で購入したときに、タイヤ新品にね、今からついてるタイヤにしてくれたみたいです。王様直接ショップっていうとこみたいですけど、そこで購入したときにね。だから、あれ、そのときじゃエアバルブ変えてないんですかねっていうね。で、あと、で、まあ、どうしたらこんな折れちゃったりしますか。まあ、何かがぶつかったりとか、例えばほら、劣化してるところにね、なんかボーンってぶつかったりすると、パキッ、ね、ひびが一気にね、広がって、で、圧かかってるから、もう薄くなってきたらもうそこからビュって出ちゃうとかね、あるじゃないですか。で、チェーンロックしてて、あ、もしかしてチェーンロックが当たってましたかね。まあ、可能性はないと言いますね。だからほら、それで力加わっててずっとね、そうするとほら、癖、だんだんとほら、ひび割れてくると思うんですよ。ちょっとこう、無理にかかってるから。で、それは、まあ、その可能性ありますかね。で、後ろも変えた方がいいんですかねって。後ろ見たら、後ろは、まあ、ひびとか割れてないんですよね。出てないの、特にね。で、タイヤも、まあ、タイヤもでもね、もう残り少ない。あとちょっと、うん。前がそんな感じだから、後ろもそうなんですけど。うん。だから、まあ、とりあえず変えなくても大丈夫ですけど、ただタイヤはいずれ、もう少し走ったら変えなきゃいけないですかねっていう、ね、お話をされてますね。はい。で、フロントタイヤは、まあ、もうちょっと、ほんの、スリップサイン、もう少しでスリップサインなんですよ。だからもうちょっとですかね。使えないことはないんだけど、ただ、タイヤ脱着で、その、ホイール外してね、タイヤ外して、エアバルブ入れ替えると。もしくは、まあ、ホイール外して、タイヤだけ無理やり押し下げて、エアバルブ入れ替える。まあ、まあ、そういう方法もありますけど、まあ、基本的にはもうホイール外してやる感じですよ。車載の状態で、ビール落として、こう、やるってことも、もしかしたらできなくもないのかもしれないですけどね。ただ、やっぱり、それで何かあったらね、困っちゃうし。うん、で、まあ、とりあえず外すんだから、それだったら、まあ、この状態だからタイヤ変えちゃった方がいいんじゃないですかね。はい、そう、乗られるってことであるんですよ。もう手放すってことだったらやる必要ないんだけど、うん。ね、乗られるっていうことでね。うん。で、ね、タイヤどうしますか？何がいいですかねっていうか、ちょっとなんとも言えないですけどね。まあ、今ついてるタイヤか、まあもしくはまあダンロップとかね、BSO いろいろあるじゃないですか。で、金額的なものとね。はい。で、あとまあツーリングタイプだとか、ハイグリップタイプとか、いろいろありますよね。はい。うん。で、まあ、とりあえず値段的にね、まあ、これぐらいですかね。まあ、IRC はやっぱり安いんですよ。だから多分王様もだから ISP に対付けたんじゃないですかね。違うかな。前回、ね、前後ね。はい。まあそういうなんかこういろいろね、ちょっとお話をさせていただきましてね。で、最初ね、そう、女性の方なんですよ。で、まあこの近所に CB400 スーパーフォア乗ってて、何回か整備したことがある車両があるんですけど、その方がいらっしゃるから、俺その方かなと思ったら、まあ、ちょっと違うみたいなんですよね。はい。違うみたいだから、うん。だからまあ、そうそう。まあ結局違う方だったんですけど、うん、ね。だからまあ、スーパーフォアちょっと、今結構お預かりしちゃいましたね。直せないからね。タイヤがないから。はい。そう。ちょっとね、あんまり、だから余裕、あんま余裕ないんだけど、まあ今日ほら、5納車だったから、ね、2台5納車だから、まあその第1台は、ね、入れ替わりでありますけど、うん。とりあえずお預かりしてね。はい。まあせっかくね、お電話いただいたんで、はい。あれかな？あの方の知り合いではないのかな？違うかな？まあ、わかんないですけどね。誰だって、うん、そう。いらっしゃるんですよ。そう。ね。最近お見えにならないね。たまに、こっちになってから一回だけ来られたことあるか。うん。向こうの時一回ありましたね。誰だって感じでしょ？はい。まあ、有名なんですよね。その、あれではね。はい。ブログの中、ブログではすごい有名な方らしくてね。私知らなかったんですけど。まあそんなもんですよ。だって見てないもん。ね。みんな見ないもん。知らないよ。ね。で、まあ、いろんなタイプの方がいらっしゃると思うんですよ。ね。いろんなタイプの方がいらっしゃるんですけど、その方はね、非常に、こう、悪い言葉で言うと慣れ慣れしい。いい言葉で言えば、なんて言うんですかね。フレンドリー。なんだろうな。わかんないな。そういう方でね。まあいろんなね、あります。はい。まあそういいんですけど。はい。まあとりあえずね、そう。バイクをね、はい。お預かりしたんで。はい。で、見たら、いろんなところがちょっといろいろとね、問題があるんですよ。まずリアのブレーキパッドが全然残ってない。で、これどれがおかしいんですかっていうから、Z900RS まだあったから、Z900RS 後ろ、ね。で、
ここのところの、これ、このグレーの部分が摩擦材なんです。そこの部分が減っていくんですよ。で、最終的にこのプレートとあれなディスクだけになっちゃいます。で、こちらを見ていただくと、よくわからないんですけど、まあ、こうだ、ほら、ここの部分が。ああ、はいはいはい、つって。これ早急に変えた方がいいですね、っていうの。ね、変えた方がいいですよね。別に私は変に商売をしようとか、お金稼ごうとか思ってるんじゃなくてね。うん。そう思われるの一番、やっぱりね、ちょっとあれだから、なるべく言わないようにと思ってるんですけど、さすがに、もうこれ変えなきゃダメでしょっていう感じだったから、うん。ちょっとね、ご提案をさせていただきました。はい。で、あ、じゃあ変えてくださいっていうことでね、はい、なったんですけど、ね。まあ私もほら、お金のかかることだからっていうね、いつもお伝えはするんですよ。まあ、何分お金のかかることですから、何でもかんでもね、交換っていうのもね。ただ、交換しないと乗るんであれば交換しないとっていう部分があるでしょ。そういう部分ですよね。はい。そう。やっぱり、ね。うん。ね。初めてスーパーフォアなんです。VTEC じゃないや。なんだ、VTEC じゃないや。あれなんだろう。レポじゃないのかな。インジェクションのやつですよね。インジェクションのやつ。初めて。はい。そう。普通のキャブ車はね、過去に、はい。あと、VTEC の1型、最初のやつね。それは一回、中古で買ってきたことがあるんで、はい。ね。で、それは、販売を、はい。キャブ車だもんな、あれな。あれあんま良くなかった。今思うとね、そう。うん。今思うとあんま良くなかったんだろうな、ね、思います。はい。今だったら、直します。はい。これまずいっていうね、あれで。はい、ガスが怖かったね。あれガス濃いのは、おそらく、キャブから行っちゃってたんじゃないですかね。はい、オーバーフローしてんじゃないかな。うん。そう。多分ね。そう。あれ、ドレーンがついてないんですよ。ドレーンっていうか、オーバーフローしたときに、ガソリンを外に排出しないで、そのままシリンダーに送っちゃうんですよね。だから問題じゃないですか。ね。燃料濃くなっちゃうね。うん。そう。で、場合によってセル回らないとかね。ガソリンがそのまま入っちゃってるから、シリンダーの中に。燃焼してに入ってるから、圧縮できないんですよ。そういう状態、うん、になりますよね。うん、だから、そしたらもうキャブを一回開けて、やるっていうね、うん。ですよね。当然のことながらね。うん、で、やっぱり中古車っていうのは、そういうのがいっぱいあります。はい。ね。で、多分、すごくめんどくさい。4気筒だからね。うん、4気筒っていうのは、すごくめんどくさいんですよ。そう。だから、めんどくさいって言うと、あれで手間がかかるんですよね。うん。だから、大変なんです。はい。だから、簡単に、ああ、そんなのキャブ開けりゃいいよなんていうわけにいかないですよね。はい。ましてほら、売ることを目的としてたらね。はい。商売でね。なるべく手間かけたくないからね。うん。だけど、もしそれを売るんだったら、ちゃんとやって、売らないといけないってことになっちゃうから、うん。やらない。で、もう、普通に売らないね。オークションに持ってとかね。そういうことになるんですよ。うん。違うかな。そんなことないですからね。はい。うちは、だから今だったら、まあ4気筒買わないですけどね。さすがにね。4気筒はどうしても手間かかるのでね。うん。高くなっちゃいますよね。そうするとね。もともと高いのにね。買ってくる段階で値段が高いのに、さらにそれを、こう、ね。なんか手間入れるのにお金かかるじゃないですか。ね。それがね、問題なんですよ。うん。でもやっぱりね、4気筒っていうのはね、魅力、あるんですかね。売れるっていうね。ね、ことだと思うんですけど。うん。でもちゃんと整備して、やっぱり、ね、やろうとすると、高くなっちゃうね。うん。そう。で、そういう車両だから、手間かかるから、安く買えるかっていうと、逆でね、人気があるからっていう理由で高いんですよ。で、そこにさらに加収かけるから、もっと高くなっちゃう。そう。なるべく加収しないで、まあみんな売ろうとしますよね。当然のことながらね。はい。そんなの真面目にやってたら、とてもじゃないけど、商売にならないと、まあ、いうことになっていくわけです。ね。はい。
そんな気がしますけどね。はい、ね。やっぱり4気筒のキャブ外してね、全部掃除して、組むなんて言ったら大変じゃないですか。ね。よし。そしたらこういったね、ブレーキフルード、これなんかつけてたんだね。すげえ傷入ってるもん、ここに。タンク、キャップにすげえ傷が入ってるから、なんか、あの、ホルダーを当たってたんじゃないかな。うん。な感じがしますけどね。違いますかね。まあ、いろいろとなんか、あの、見てるとね。うん。まあ、いいか、とりあえずカバーは戻しますかね。はい。とりあえず ETC アンテナでしょ？問題ないね。はい。大丈夫。ね、はい。なぜカバーを戻して、ね、戻したいかというと、邪魔なんだよね。まあ、カバーない方がね、ブレーキのメンテナンスとかしやすいけどね。うん、だけどまあ、ちょっと。で、これ入れるときに、ここの下の部分が、ちょっと特殊なんで、これがちゃんとはまるようにしてやっていかなきゃいけないんで、そう下に入るのと上、内側に入れながら、でも向こう側は外側に入るみたいな、なんかそんなようなね。ダメだ。一番手前は外側に来るんだよ。そうそう。でもこの途中はちゃんと内側に入る。そういうなんかね、そう。で、これ入ればこう綺麗に、あ、でもね、いい感じにいけましたね。はい。ちゃんと確認しないと、後で、あ、やべ、ってことになるわけですよ。で、結局、やり直しだもんね。うん。そう。そんなに、あの、なんていうかな。うわぁ、これはちょっと厳しいなっていう作りにはなってないんですよ。KRV はね。はい、結構素直なんだよね。ね、はい。なんか最近売れるみたいでね、KRV ね。うちで、うちは売れないのに、他では結構売れてるみたいですよ。おかしいですね。宣伝効果が、うちの宣伝効果が。本当はうちで買っていただけるとね、うちのあのお店のあれがポイントが、ポイントってなんだろうな、ポイントはない、特にポイントでなんだろうね、あのキムコに対するポイントが上がるのかなってね、いやーっつってね、車両がはい、最近あの在庫してないからね、在庫した方がいいんだよね、思います。あの前職ね、在庫してますとかね、そういう方がいいんですよ。うん、そうするとやっぱお客さんもね、あのやっぱりうん、車両はいっぱい置いてあるんだけど、はい。うちにだって、少なくとも2台はあるでしょ？で、プラス、点検とかね、だいたい入りますから。だから、だいたいあの、何台かはね、少なくとも2台は絶対置いてあるんですけど、うん。で、ね、まあ、この間中古があったから、3台、すでに3台。で、そこに点検で入ってさ、4台。なんか、ちょっと見てほしい。修理みたいな。5台、みたいな。そういうね、こともあるんですけど、まあ、最近はちょっとね、で、やっぱり、ね、物があるっていいみたいですよ。うん、みたいです。はい。あ、そう。あ、それであの、まあ、プラスね、お電話、はい、ありまして、あ、昨日かな。おととい、あ、昨日か。ね、お電話ね。はい。で、近くのお店で KRV をね、購入したらしいんですよ。お願いしますよ。って、いいんですけど。そう。で、それでですね、エクスクルーシブレンズカバーってあるじゃないですか。ドラレコのカメラですね。で、それを、その買ったお店で、聞いたら、あ、もう、販売終了になっちゃってみたいですよ、みたいな風に言われたっていうおっしゃるんで、いやー、ついこの間入りましたけどね、って。うん。だから、あ、在庫今ありますよ。あ、本当ですか。あ、じゃあ今、直接行ったら、あ、大丈夫ですよ。じゃあ置いときますね、つって。昨日ですかね。それで今日、先ほどね、はい。お見えになりまして。ホンダの車でね。マニュアルなんですよ。
そう、マニュアルのホンダの車なんですよ。いや、そう、あれ高いんですよ、あれね。そう、あれ高いんですよ。そう、高いの。6速マニュアルでね。はい。で、シフトノブがね、なんかね、あの、ジュラル、アルミ、あ、あれ、これチタンなんですか？いや、これはアルミみたいですよ、みたいな。そう。なんとかのシフトノブなんです、つって。丸いやつね。で、6速のほら、書いてあるんですか。パターンがね。そう。その車も6速だからね。はい。いいっすよね。いや、楽しいっすって、おっしゃってましたよ。楽しい、いいなマニュアル車。羨ましいなまあいいや。まあ、軽トラもマニュアルだけどね。まあ、軽トラは軽トラで楽しいんですけど、ね。まあ、やっぱりね、いかんせん軽トラなんでね。うん。まあ、何が問題なんだって言われるとそうないんですけど、うん、軽トラはいい、軽トラでね、いいんだけど、やっぱり、ね、乗用車がいいですよね。マニュアル車ね、うん。そう、楽しい。ね。あれ、高く売れ、まあ、いつかね、手放すときに高く売れますよね。うん、間違いない。マニュアル車だからね、うん。オートマはね、そんなに高くならないと思いますけど、うん、ね、そう。いいですよね。で、ナンバーを、拝見したら、ちょっと遠いところでね。そう。ね。相撲っていう感じのナンバーなんですけど。相撲ナンバー。ね。いやーっつって思ったんですけど。はい。まあ、特にね。はい。で、そう、エクスクルーシブレンズカバーだけ。手にして帰ってかれました。ね、はい。ありがたいですよね。いっぱい買っておこうかな。ダメですか？ダメですね。はい、それで、オプションパーツはせめて、まあ、最低1個ずつとかね、在庫してね。で、ほら、売れたらまた頼むみたいなね。1ヶ月かかっちゃうけどね。次入るまでね。だけどまあ、そういうのもね、あれかなと思った時もあるんですけど、さすが厳しいかな。そんなにね、なんかこういろいろ在庫してでもね、っていうね。ね。で、ほら、例えば夏とかになんかイベント、例えば BDS さんとかね、イベントあるじゃないですか。出せるんですよ、店。うん。ただ出させてくれるんですよ。商売で取らないんですよ。やだよね。売り上げの何パーセントとかね。いやいや、取られたらね。やらせてくれるんですよ。と。バイクセンサーに乗せてるとこはね。うん。だから、まあ、例えばうちとかでも出せるんですけど、売るもんないじゃないですか。うん。だから、キムコのそういうね、台湾のパーツとかね、あれだったらそれをいっぱい並べといてね。厳しいな。まあ、でね、やってますからね、なんつって。ね。で、来ていただいて、買っていただければなってね、思うんですけど。さすがに、考えただけね。やんないですよ。やんないけどね。はい。やんないんですけど、一応そういうね。はい。まあ、いろいろとね、うん。ありがたい。ね、遠くからね。やっぱり俺みんなでこれです。YouTube。ね。YouTube っていうのは素晴らしいですよ。本当にね。で、ほら、昔からね、ずっと見ていただいてる方もいらっしゃってね。ねえ、隣の方が良かったって方いっぱいした。隣の方が入りやすいですよね。入るっていうか、隣が入るっていう感じじゃないんでね。通りがかりっていうね。ね、みたいな感じですけど。はい。ね。うん。そう。ねえ。なんで冷たくなってんだろう。なんだろうね。ちょっと待って。これなくなるようなあれじゃないんですよ。全然だって力加わんないしさ。これだけだもん。ほら。変な話ね。これだもん。これで終わりだもん。ねえ。なんだろうな。まあ、わかんないことでよろしいですか？ね。はい。1、2。あれ？こんだけしかないじゃん。あ、そっかそっかそっか。いいのか。ね。で、あとこれ、ちょっと止めて、はい。で、あとちょっと周り。まあ、これも来週のね、日曜日、ね、ですから。はい、そんなにね、そうです。はい、気悪い。ね、はい。非常に、楽しいスクーターです。いいスクーターって言っちゃうんだよね。楽しいスクーターですね。はい。まずエンジン音がいい。
エンジン音がいい。うん。エンジン音、そして排気音ね。このあたりが、エンジンが非常にこう、乗ってて、こう、気持ちがいい。はい。さらにポジション。まあ、乗れば乗ったでね、このね、ポジションがいい。足、ちょっとね、前に投げ出すが。はい。しかもそのフットボードも結構広いから、ちゃんと足パッと乗せられるしね。はい。はみ出すような乗せ方じゃないんでね。ちゃんと乗せられるし。はい。さらにはですね、やっぱハンドリングですよ。いざこう、まあ、こう、もう、うわぜひですね、お近くのキムコの正規販売店で体感して。あ、そう、その方もね、やっぱりキム、その買ったお店に、やっぱりなかったって言ってました。在庫、なんか、展示も何もないから、そこに、いいんですけど、はい。まあ、そういうね、まあ、いろんなね、ありがとうございます。はい。ということでね、KRV、好評販売中でございます。はい。で、まあ、ちょっとね、このずっと円安ですかね。この続くんですか。もっと円安で、200円になっちゃったらもう、台湾製の部品、バイクは入れられないですね。また値上げしますよ。多分。うん、そんなことになっちゃったら。はい。やばいですね。はい、そうならないように、どうしようもないですよね。うんね、はい、喜んでるのはトヨタですか。なんでティオタを出すんだよ。ティオタが喜んでる。ね。なんだ、どんどん円安だな。200円、300円ぐらいになんないかなって。すごい儲かるそうなんだ。ね、はい、まあ、そんなことになったら、ね、目先で儲かっても大変なことになるんじゃないかと思いますけどね。はい、ということで、KRV 点検。あと、リードね、納車整備。タイヤ、昨日頼んだけど来ないね。あれ、グリップさんだから来ると思うんだけどな。来ないな。まあいいか。ね。はい。ちょっと。あと、そう、アドレス見なきゃいけない。なんかバッテリーでも上がってるね。セル回んないもん、ちゃんと。それがアイドリングに影響してますかね。でも、変えたみたいな話をしてたんですよ。充電してないですか、またね。